パウルス2世はルネサンス期のローマ教皇。本名はピエトロ・バルボ。バルボはベネツィアの出身でエウゲニウス4世のおいであった。当時の監修でおじが教皇になったことで聖職者としてのキャリアを積み、1440年に数奇教に挙げられ、1464年8月30日のコンクラーベで教皇に選出され、パウルス2世を名乗った。 彼は教皇としてローマ教皇庁にはびこる親族登用主義の根絶を宣言、モラルの向上を目指し、さらに3年以内の公会議の開催とオスマン、帝国への攻撃を公約した。しかし、後に彼自身がこういった公約を撤回したため、自らの信頼を失墜させた。とはいえ彼が教皇庁の再編に取り組んだのは事実であり、1466年には、 多くの職員のリストラに踏み切った。特に強行文書の作成を行う部署の職員たちの解雇は激しい反発を招き、そこで収入を得ていた多くの文筆家を敵に回すことになった。その一人でプラティーナという人物は強行に脅迫状を送って逮捕され、釈放後に強行暗殺の陰謀に加わったとして再逮捕され、最終的に 異端思想の疑いで罰された。これに起こったプラティナは、著書、教皇誌で、パウルス二世をこき下ろしている。また、同時代の歴史家、ステファノ・インフェススラも、教皇への反発からパウルス二世をこき下ろしている。オスマン帝国への遠征への準備の中では、主力となるべき、ボヘミア王イジーと教皇の間で、いさかいが起きた。それはイジーが、 ヤンフスを断罪するバーゼル裁判の実施をためらったためであった。教皇は彼を弾劾し、ローマへと召喚した。イジーが出てこないとわかると、教皇は家臣の忠誠の誓いを解き、破門している。後にイジーの外交政策が成功し、二人は和解しているが、間もなく教皇は世を去った。ありがとうございます。